皆さん、こんばんは。共産党の志位和夫です。私はまず1年間という長い間、毎週毎週この講義の場を、みんなが参加できる講義の場を作ってくださった半原連の皆さんに心からの敬意と連帯の挨拶を送りたいと思います。ありがとうございます。安倍総理、みんなの声が聞こえてますか？この声が国民多数の声です。この声にきちんと耳を傾け従え。安倍総理、あなたは福島に何度ものこのこ出かけて何を見てきたのか？私は第一原発に先日視察に行ってまいりましたが、毎日400トンもの地下水が汚染水に流れ込み、汚染水が膨らんでタンクだらけで、もう置き場がなくなっています。この前は停電が起こりました。仮設の配電盤だったためにネズミ一匹で停電が起こる。この原発のどこが収束ですか？収束なんかしていない。事故は続いています。収束宣言を撤回し、そして被災者の方々への賠償と除染をしっかりやれ。収束もしてなくて再稼働など論外です。再稼働反対。再稼働反対。すべての原発なくすまでご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。